はい、どうも、とある亀の記録です。えー、っとね、車の天井にね、あの棚を作ろうということでね、ま、あの、軽版なんですけど、ピクシス版です。で、上にね、あの、ネジがあるんで、まあ、それ外してそこにね、自分でこう、棚を適当に作ってみようと思ったんですけど、あの、とりあえずね、この、塩ビパイプですね。塩ビパイプでやろうかなと思います。これね、400円ぐらいで、 あのまあそんなに高くないですね。でメッシュをねこう置いてみてあのやってみようと思うんですけどなんかあのイレクターパイプとかなんかそういうやつの方がいいみたいなんですけど私のねあの近く住んでる近くのホームセンターね品揃えめっちゃ悪くてね何も売ってないんですよね。なんでねもうこれぐらいのあの道具と素材をね集めてきましたチーズですね。でこういうエルボーとかであの 水道の配管を、ね、作るような感じでやってみようと思います。え、ね、あの、塩ビパイプをね、接合するに、このなんかエスロンってやつを使うんですけど、これ、だいぶ前に使ってね、あの、蓋が固まっちゃって、めっちゃ固くてね、開けれないんですけど、こういう時は多分ね、あの、これパイプ、パイプレンチとか、まあ、そういうので開けれると思います。あのバイスに挟んでやってもいいいと思いますね でねあの配管をね、あの固定するのに、まあ、とりあえずね、水道道具のあのー、パーツでこういうタチバンドってやつがあるんですけど、まあ私ちゃんと水道屋じゃないんで別に私、あの使ったことそんなないんですけど、とにかくね、安いんですよ。60円、100円あったら絶対1個買えますね。まあ、正しく使う方法はおそらくあの T 字の固定具を壁に打って、で配管、塩ビとかをこうね挟み込んで止めるみたいな感じだと思うんですけど、 あのまあこれでいけるかなと思うんですけどで車のねあの上部にねこうやってあのネジ穴があってまあ初めのうちだとこの黒いネジでね蓋してありますでこれ普通にドライバーでね取れるんで,でサイズはね M6 っていうネジだと思いますねでこれ M6 のボルトですねでこれも普通に入るんであのこのタッチバンドを ぶら下げて配管をね吊り下げてみようと思いますはいとりあえずね塩ビパイプをね長さ測って、あのー、切りましたでそれにねチーズをね両端につけてでまあとりあえずまずね仮止めしますねこんな感じですねでまあ反対側も一緒のをつけてまずね囲ってみようと思います これね、あの、タチバンドの、あの、私これ全然使ったことないんでわかんないんですけど、初めからね、なんか、M6 のネジ、ボルトと一緒にこのね、なんか、これがここになってるんですけどね、使い方わかんなくてね、多分、緩め、ネジのね、あの、緩み止めのもんだと思うんですけど、ちょっとよくわかんないんで、まあ、あの、別にあの、ザガネをね、買いました。M6 のワッシャーですね、あの、バネワッシャー。これっちでやってみようと思います。 誰がね、あのこれがどういう役目なのかあのわかってる人がいたらあの、教えてくれたら嬉しいです、はい、もうねとりあえず全部組んでみましたもうこれねあのねじも止めてねこんな感じですここで一本ね真ん中に骨を入れて手法ねこんな感じに。 囲ってみました。でこれこの骨組みの上にあのメッシュとかをねちょっとね置いてみようかと思いますで止めるのはまあインシュロックとかで止め,止めてみようと思いますはいとりあえずねメッシュをねインシュロックで固定してねあのだいたい完成させましたとりあえずね適当にこうやってなんかのしてみたんですけどまあ多分問題ないと思うんですけどね竿もね ここにこう置いてね。まあ、とりあえずね。こんな感じです。